富樫、富樫ステップバックで2ポイント、まあ、積極性見せていきたいというドワイト・ラモスです。フックス、ユーロステップ、地元大阪でのプレーでした。金近アタック、オフェンスリバウンド、ムーニーです。そして合わせでクックス、トガチ・ムーニーの通年ゲーム、まあ、クックスも含めた通年ゲームのところですよね。さあクックスです。スリーの成功はまだ B リーグでは1本です。原のスリー、外国籍選手になります。さあムーニー、角度のないところから決めていきました。最大の後輩の金近が見ていた状況から決めていきました。富樫からパスに変えた、クックス、またクックスにダンクが出ました。のボールハンドルのところ、ムーニーです。そしてポイントガードが西村と小川に変わっています。そしてムーニー、インサイド、クックス、決まりました。ぴったりとファイトオーバー、スイッチしてのディフェンス、2本目は来ない。オフェンスリバウンド、クックス、おー、そしてエンドワンになりました。あの寺園が非常にハードなディフェンスで、ピックアンドロールのところ も守っていたんですけど、富樫、そして金近、おー、うまくつないだ、ダンク。あのまずはボールマンのところ、うまくこう、あの微妙な、あ、絶妙な、おー、奪うか、奪いました、クックス。スターターのメンバーを多く入れて引き離しにかかっている千葉ジェッツ。第1クォーター、外、やっぱりこの人か、富樫、その中で富樫が3を決めて第1クォーターを締めくくりました。千葉ジェッツいいですよ、富樫、富樫フローター、高い弾道、小川からポケットパス、アイダブラウン、インサイドで取ってきました。じゃあ今関のいいヘルプディフェンスでしたよ。はい、西村についている関の左手フィニッシュ。ドワイト・ラモスもピックアンドロールのハンドラーになれる選手。小川のディフェンス、ルーズボールは小川が飛び込んできた、精度高くやっていきたいところです。はい、原のアタック、ただそのままリングに向かっていくと多分スイッチされて、スイッチバックされてしまうんで。大阪戦でもそういうシーンがありました。その富樫、おお、ブザービーターやってきました。富樫で終わったという千葉ジェッツです。関野と、そしてラモスという5人になります。お互いにスターティングファイブ、バウンスパスからムニー、富樫のアシスト、ユリスジュニア、お、手をかけました、アイラ・ブラウン、いやアイラいい手出しましたね。さすがの駆け引き。そしてクックスが入ってきました。タイムアウト取ってもおかしくないシチュエーションだったんですけども、はい、アイラのこの手一つで展開流れ変えましたよ ですね、はい、ターンオーバーになりかかったんですけれども、富樫からムーニーです。そしてクックス、トラベリングはない、アイラ・ブラウンのスリーポイント、その菊池のディフェンスです。富樫、富樫、それでも決める、寺園左手ブロック、それはまた下も通してダンクしますよね。そうですね、いやディフェンスの強度高くなりましたよ、間違いなく、東海大先輩後輩、ナイスで菊池でした。そしてムーニー決め切りました。アイラ・ブラウン、外、クックス、その小川からパスが出てきました。グリーンを待つのって怖いんですけども、しっかり待ってイン、オブパスを入れてクックス。さて桜井亮太がコートに入っています。おお、アタック、ミスマッチ、ただ体の強い関の左のコーナーオープンで小川来た、フックス、先ほどは見事なアシスト、金しか打ってくる、来た、原から外、ステフェンズドライブ、来た、こう階段を上がるようにふわっと上がってきましたよね。でしたね。ナナのアタック、ブロック、これぞ DJ ステフェンズ、手拍子が拍手に変わって千葉ジェッツ11連勝を飾っています。 I think it's a superb performance from everybody. I think everyone really contributed. That's one thing about our team. We really run 12 deep, so everyone did a good job tonight. 今週末、横浜と対戦になりますが、まあ、今チームが連勝中ということで、この勢いのまま本当に満員の会場で連勝して天皇杯の準決勝に向かいたいなと思います。お手を拝借よーちゃん、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。